フェアリーステークスの予定です。お願いします。はいね、フェアリーステークス難しいですね。なんかもういろんな馬いっぱいいてね、まあなんですけどね、ちょっといろいろと頑張って調べました。本当にこの時期のね、こういう3歳の受賞苦手なんですけど、頑張って調べた結果、今回のフェアリーステークス見えちゃいましたね。今回のフェアリーステークス勝つのは、ペコリーノ・ロマーノです。はい、間違いないね。なんかサイゼリヤに置いてそうな名前なんですけど、まあ簡単に説明するとね、ペコリーノ・ロマーノ、まあ、ロード・カナルア3区でね、でロード・カナルア3区唯一なんですけど、今回のレース出てくるの中山のマイルっていうのはまあまあ狙い目でね、穴としていいかなっていうふうに思いました。オッズもね、そんなついてないんで、ほんと狙い目です。強い馬ですよ、この馬。1004までの方が良さげなんだけどね。まあでも小回りも合いそうだし、1006までならなんとか大丈夫かなって気がします。あとはまあね、名前がいいね。ペコリーノ・ロマーノってね。この馬がね、桜花賞とか取ったらね、一気になんか競馬場ね、盛り上がってね、いっぱい若い人来るからね、いいんじゃねって感じです。はい。で、まあ他の馬なんですけど、じゃん、ちょっとね、6層に印ついちゃいましたよ。はい。対抗シャインガーネット。タンアナ、アヌターダプラ。で、スマイルカナ、ハローキャンディ、セイグンディーナスと。結構ね、穴っぽいのいっぱいいるんですけどもね、まあ、簡単に説明しましょうか。シャインガーネットはね、まあ、長く使えるいい足があると、成績もいいし。で、アヌターダプラはね、まあ、連勝中で優秀だっていうことだけですね。はい。で、まあ、こっからなんですけど、まあ、比較的人気薄どころが、スマイルカナ、まあ、いい枠でね、まあ、一番枠、鼻切ってうまくいけるんじゃないですか。包まれちゃったら、それはまあしょうがないんですけど、まあ、最高の枠に入ってたと思いますよ、スマイルカナ。ね。あと、まあ、今日って、あ、すいません、これあげるの次の日だから、昨日ね、ジョーカナちゃんというのが、なんか、穴で突っ込んできたんでね、またスマイルカナも来るんじゃないかなって気がします。で、ハローキャンディ。1戦目から3戦目までのね、新馬戦、未勝利戦。結構時計かかる馬場でね、うまく結果出せなかったんだけど、4戦目両馬場で快勝したんで、まあ、馬場の問題だったのかなって気がして、今回もね、あれね、小雨が前日にちょっと降るんですけども、次に晴れるんで、そこまで重くならない馬場だと思うので、ちょっと、大外がちょっと痛いんですけど、面白そうだなと思いました。で、セイウンビーナス。前走着順ほど悪くないです。着順ほど悪くない。結構惜しくていい競馬したんでね、いつか穴開けると思います。でね、まあ、野中直輝はね、よく穴開けるんで面白いかなと思って、6番枠もいいんで、はい。こんな感じです。ペコリーノ・ロマーノ本命で、シャインガーネット、アヌターダプラ、スマイルガナ、ハローキャンディ、セイグン・ビーナスと。はい。というわけで、今からですね、ボンレス高島大先生の予想を見てください。どうぞ。はい、どうも、こんにちは。ボンレス高島です。フェアリーステークスですけど、こんな感じにしようと思います。おめハローキャンディーですね。ミナリクジョッキー騎乗です。もう、新参記念よりもわからないわけなんですね、こんなレースっていうのは。正直なんかね、その条件戦とかにしてほしかったんですけど、予想は。まあ、こうなればもう騎手買いですね。はい。ミナリクジョッキーはですね、まあ、僕、シタルケジョッキーと並んで好きなジョッキーの一人ですけど、まだね、その、シタルケじゃなくて、ミナリクジョッキーをね、その、疑う声っていうのがね、大いにありますんで、まだね、その、力持ってることバレてないですから、ここはですね、多分人気にならないので、穴を開けてもらいましょうっていう話ですね。はい、以上です。失礼します。はい、というわけでよかったら参考にしてください。次、武田君の余興ですね。はい。どうもー、ということで、はい、ちょっとね、引き続き時間がない中でのフェアリーステークスの予想になるんですが、こちらになります。ペコリーノ・ロマーノ、アヌラープラ、西野ステラ、シャインガーネット、チェーンラブですね。私が注目したいのは、このシャインガーネットとチェーンラブの赤松賞組。赤松賞でよかったのかな。ここの2頭にちょっと期待したいですね。はい。あとは、フェアレスとアイルに勝ったね、ペコリーノ・ロマーノ。ここら辺も僕はちょっと期待していいのかなと感じます。すいません。そんな感じですかね。あんまりね、手を広げてやるレースではないと思うので、はい、皆さん、良い週末を送ってください。はーい。はい、
お疲れ様でした。はい、でね、回目ですね。じゃん。副賞ペコリーノロマーノで3連複フォーメーション7-10-11ペコリーノロマーノ、シャインガーネット、アヌタダプラ、それを1列目2列目に入れて、3列目にそれプラススマイルカナ、ハローキャンディ、ステイグンビーナスと、なかなか面白い馬券だと思いますよ、これはね。はい、こんな感じでね、皆さんもね、よかったらなんか意見あったらね、コメント欄にいっぱいコメントしてくださいな。はい、というわけでスクショタイムね。はい、スクショタイム、はい、スクショタイム終わりね。競馬頑張りましょうね。また来週も競馬予想あげるんでお付き合いくださいな。